はい、どうも、シャダイです。今回の動画なんですけども、もうすぐすれば5月の初旬、5月の初旬といえばミキサーの開催、そのミキサーの開催なんですけども、今回ですね1ポジションが早く追加されていまして、あとはですねタイムスリップセレクションの後は覚醒、まあこういった流れがね4年間続いていたんですけども、今年はですねタイムスリップの前に覚醒が登場しました。今年はですね何かしらねずれているということで、ミキサーの開催日も早まってくる、まあそういった考え方もあるんですけども、まあ今回ですねミキサーについてね、まあ全てまとめていこうかなと思います。5年間ねプロスピエースをやっているんですけれども、シリーズ1のミキサー開始日、だいたいですね5月のある特定の日にね決まっていたんですけども、ワンチャンですね TS の後に登場する、まあそういった可能性もあるんじゃないのかなと。毎回毎回シリーズ1のミキサーはある特定の日にね、まあ、開催されていたんですけれども、直近3年間のデータを見ていこうかなと。まずは2018年から。2018年のシリーズ1のミキサー開始日なんですけれども、5月11日金曜日に開始されました。2019年はいつ開催されたのか、2019年は5月10日金曜日にシリーズ1の、ね、ミキサーが開始されました。2020年、去年はねどうだったのか、5月11日月曜日にミキサーねシリーズ1が開始されました。直近3年のデータねテロップで書いてあると思うんですけども、だいたい11日か12日に登場しています。ならば今年2021年5月10日か5月11日に登場するんじゃないのかなとね予想はできるんですけれども、まあ先ほどもね説明した通り、1ポジション早く追加されている、あとはですね TS の後に覚醒がねいつも登場しているんですけども、まあ先に覚醒が登場している、かなりですねズレがあるということで、今年はどうなるのか。あとですねもう一つミキサーにね関わってくる情報になってくるんですけども、ミキサーといえばエース枠、このですねミキサーとエース枠がですねめちゃめちゃね関連性があります。その例をですね2018年から2020年の選手名鑑でね紹介していこうかなと。こちらはですね2018年シリーズ1の選手名鑑になるんですけども、ミキサーが開始された時点で、まあ、獲得できる選手としては、ミキサーが登場した時に排出される選手、まあ、これに関してなんですけども、毎回毎回そのミキサーの枠にエース枠が追加されています。2018年で言えば10ポジション目にエース枠菅野さんが追加されています。このですね菅野さんが追加された何日間後に、まあ、ミキサーが開始されていました。そういったことがですね2018年ありました。2019年はどうなのか。2019年シリーズ1のね選手名鑑見ていくんですけども、見てください、10ポジション目に菅野さんが登場しています。菅野さんはですねエース枠で登場しています。2019年は5月10日金曜日にミキサーがね開始されたんですけども、そのミキサーのね排出にエース枠がね追加されていました。18年19年のね選手名鑑見てもらったんですけども、10ポジション目にまずエースが追加されています。そのエース枠なんですけども、毎回毎回ミキサーのね排出範囲になっています。そしてですね2020年シリーズ1のね選手名鑑見ていくんですけれども、10ポジション目見てください、菅野選手エース枠が追加されています。2020年のミキサーは5月11日月曜日にね開始されていたんですけれども、そのミキサーの排出範囲にエース枠ね追加されていました。直近3年になるんですけれども、2018年2019年2020年のねデータ見ていったんですけれども、まず10ポジション目に毎回毎回ねエース枠が追加されています。そして情報2個目になるんですけれども、そのエースが追加された後にミキサーが開始されまして、そのミキサーの排出範囲にエース枠ね毎回毎回追加されています。このですね情報が大事でして、毎年毎年こういった例があります。続いてのね話題になるんですけども、ミキサーのね開催予想と、まあ、エース枠について、まずはエース枠の方からね話していきたいんですけども、2018年19年20年毎回毎回10ポジション目にエースが追加されている、ならば2021年シリーズ1もですね10ポジション目にまずエース枠が追加されるんじゃないのかなと予想をしました。前日でもね説明したんですけれども、 TS の前に覚醒が来ている、1ポジションね早く追加されている、まあけれども10ポジション目はですねエース枠が追加されると予想をしました。その理由としては、直近3年のねデータを見てもらったんですけども、毎回10ポジション目にエースが追加されているということで、まあ今年もね10ポジション目なんじゃないのかなと。今現在ねタイムスリップセレクション第1弾が登場しているんですけれども、これがですね28日に終了、このですね28日からポジション追加が来ると思うんですけれども、まあそのポジ追加としてはエース枠がね登場するんじゃないのかなと。そしてですねミキサーの話になるんですけども、ミキサーにいつ開催するのか、まあ個人的にね考えている日付としては3個あります。まずはですね1つ目になるんですけども、 TS が終わった後の4月28日からミキサーが開始される。2個目のですね予想の日付になるんですけども、これがですね5月6日木曜に、まあ、ミキサーが開始されるんじゃないのかなと予想をしています。
このですね、5月6日とね、予想の日を出したんですけれども、この5月6日にね、なぜに予想したのか、まあこれに関してですね、明日入り予想というものを27日出すので、まあ詳しい解説はそこでやります。まあ今回ですね、長くなるので、一応ね、5月6日と予想はしています。そしてですね、ラストのね、日付の予想になるんですけれども、毎回10日が11日来ているので、まあ今年もですね、5月10日に登場する。まあこれがですね、3個目の予想になります。1個目のですね、4月28日を予想の選択肢として入れた理由としては、まあ先ほどもね、説明しているんですけども、この後エースが追加されると予想しまして、エースが追加された後何日間後にね、ミキサーが開始されているので、まあ4月30日と予想しました。このですね、4月30日前日で28日とね、まあ言っているんですけども、多分テロップで補足されていると思います。まあその何日間後にね、ミキサーが開始されているので、まあ4月30日を一応ね、変更しました。選択肢の範囲としては。そして2個目のですね、5月6日というね、選択肢の予想したんですけども、毎回5月10日あたりね、ミキサーが開始されていまして、連日でも話したんですけども、今年はですね、1ポジションで早く来ているということで、そのですね、1ポジション早く追加されていることを考慮して、6日にですね、来るんじゃないのかなという予想もしています。5月6日にもしね、ミキサーが開始された時はですね、11ポジションかな、まあ、11ポジションでミキサーがですね、開始されるとも予想はしています。4月30日にもし登場した場合はですね、エース枠10ポジション目までがミキサーの範囲、そしてですね、5月6日はですね、11ポジションと一応ね、考えています。ラストのですね、予想の日付としてなんですけども、もし仮にですね、5月10日に登場したのであれば、まあ、11ポジション目、あるいはですね、12ポジション目で、まあ、ミキサーができるんじゃないのかなと考えています。今年はですね、1ポジションで早く追加されているということで、毎年来ている5月10日であれば、まあ、11か、あるいは12ポジションで来るんじゃないのかなと。一応ですね、ミキサー開催日の予想としては4月30日か5月6日、あるいは5月10日、それぞれの日付によってポジション追加のね、まあ、数が変わってくるので、どこで来るかが、まあ、結構ポイントになってくるんじゃないのかなと。テロップでね、かなり補足されていると思うんですけれども、ミキサーがね、登場した時はどこの球団で引くべきなのか、まあこれはですね、エース枠ね、まあ入ってくるとね、考えて、エース枠を考慮しつつ、どこのね、球団で引くべきなのか、今からね、解説していこうかなと。ソフトバンクの方からね、見ていきたいんですけども、多分ね、テロップ書かれていると思います。千賀さん、グラシアルさん、東山さん、モイネロさん、松田さん、そしてソフトバンクのエース枠は石川さんになります。6名がソフトバンクの当たりの選手になります。続きまして、ロッテね、見ていきたいんですけれども、ロッテのエース枠は三馬さんとね、予想していまして、もしロッテで引く場合、当たりの選手は何名なのか、当たりの選手は石川さん、三馬さんになります。まあ、2名になります。西武の方ね、見ていきたいんですけども、西武のエース枠としては高橋光成選手と予想していまして、まあ、西武はですね、松本さん、殿崎さん、平さん、森さん、中村さん、高橋光成選手。6名がですね、リーグオーダー、あるいはリアタイでね、使える選手になってきます。楽天ね、見ていきたいんですけれども、楽天のね、エース枠としては涌井選手になります。楽天はですね、田中選手、野本選手、浅村選手、鈴木選手、涌井選手、5名が当たりの選手になってきます。日本ハムファイターズね、見ていきたいんですけども、日ハムのエース枠としては上沢選手、日本ハムファイターズの当たりの選手としては近藤選手、宮西選手、上沢選手、3名になります。オリックスね、見ていきたいんですけども、エース枠がですね、山本由伸投手でして、当たりの選手としては吉田正尚さん、山岡さん、山本さん、3名になります。巨人ね、見ていきたいんですけども、巨人のエース枠としては菅野さんになりまして、まあ、巨人の当たりの選手、ミキサーで当たりの選手は誰なのか、坂本選手、岡本選手、中川選手、菅野選手、4名になります。阪神ね、見ていきたいんですけども、エース枠としては西投手、当たりの選手としては大山さん、西さんになります。2名になります。中日ね、見ていきたいんですけども、中日のエース枠としては大野選手、当たりの選手としては福谷さん、柳さん、福さん、高橋さん、そして大野選手。レイスターズのエース枠のね、予想投手は大貫さんになりました。当たりの選手は誰なのか、平さん、山崎さん、佐野さん、エスコバさん、宮崎さん、5名になります。広島ね、見ていきたいんですけども、広島のエース枠予想としては栗さんになりまして、当たりの選手は誰なのか、森下さん、大瀬良さん、相沢さん、栗さんになります。そしてラストね、ヤクルト見ていきたいんですけども、ヤクルトのエース枠は小川さんになりまして、当たりの選手としては青木さん、山田さん、村上さん、小川さん、この4名になります。各球団のね、当たりの選手見ていったんですけども、どの球団で引くべきなのか、まあ、最近始めた方はですね、まあ、ソフトバンク、楽天かな、まあ、ここら当たりの選手がですね、当たりの選手が多い、まあ、リア
隊でも使えてきますし、リーグオーダーでも入ってくる、まあそういった選手が多いので、まあ、最近始めた方はソフトバンク楽天で引いていいんじゃないのかなと。そしてですね、無課金美課金者の長期プレイヤーはどこで引くのか、まあこれに関してですね、あなた自身のオーダーによってね変わってくるので、どういった選手が今欲しいのか補強したいのか、まあそれぞれのね状況によって変わってくるので、まあ大体無課金美課金者の長期プレイヤーは1点狙いかな、まあそういった方法をですね取る方が多いんじゃないのかなと。例えばですね、巨人でまあ菅野さん、岡本さん、坂本さんを狙う、まあそういったねやり方でどこのポジションを追加したいのか、それはですね人それぞれによって変わってくるので、まああなた自身のオーダーを見てもらいました補強したいポジションのね球団をぜひとも選んでください。はい、ということでかなりね編集されていると思います。ぜひともですね高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、明日もですね重要な動画出すのでぜひとも見てもらえばなということで、今回は以上。